当日はね、ワイルドハーツでは珍しくですね、なんていうか、デザイナーズの、ちゃんと、公式が設定してある動きをそのまま使うというため、だけの武器なので、これについてはね、ある意味ね、ちゃんと、武器の説明を、チュートリアルを受けておけば、そのまま使えると思います。ただし、ちょっとこう、流れがね、初見の方は分かりづらいんで、そこ注意ですけど、デザイナーズの流れをやるだけです、基本は。まずね、この武器はね、こんな感じでこう、四角ボタンを押すと、この拠点中のセッティングできるんですよ。これね。こんな感じで。これがそのなんか、全部で5つ分、拠点の、数があるんですけど、これを設定してまして、この拠点のサークルの範囲内にいるとですね、このエネルギーが常にこう充填されていくという、そういう設定です。で、普通はですね、この、やっちゃったや。まあ、回収ももちろんできますよね。回収どこだっけ？喋さすぎてわかんない。回収。回収してくれ。回収。回収できない。こうか。回収もできますけど。で、普通に撃つと、このように R2 で、こう、通常砲撃ってやつが出るんです。で、これやっていくと、こう、青いエネルギーのゲージを消耗していくんですけど、この拠点のサークル内にいると、このようにね、このエネルギーが回復していきます。なんで、このサークル内でこの、撃ち続けると、こう、ずっと撃てると。まあ、こういう感じです。で、ただですね、この武器の場合は別にこれ全然こう、まだ、メインではなくてですね、単なるこう、流れ作業の中の一つですね。で、これ何がしたいかっていうとですね、こう、青いバーの、さらにその上ですね、こう、ヒートゲージみたいな、そういうこう、ゲージがありまして、今こう、あれが、なんていうかな、8割ぐらいメーターが進んでるんで、方針がちょっとこう、あれ、赤くなってるんですけど、この状態になります。で、この状態になると、拠点砲撃っていうですね、こう、拠点を敵にこう、ぶつけることができるんですよ。でーんと。まあ、てか、ぶつけるのは別にいつでもぶつけれるんですけど、この、赤くこう、赤熱した状態でですね、敵にこう、拠点をぶつけると、この、なんか、色が違う拠点が出来上がりますよね。赤いなんかオーラが出てるような特殊なこう拠点ができるんですよ。これをね、強化拠点というふうに言います。で、このね、強化拠点ってやつをまず作るんですよ。なんとか。まあ、赤熱させて、で、赤熱状態でこう三角ボタンを押すると、こう拠点を敵にこうぶつけるんですけど、これもね、なんかぶつけ方が難しくてね、直射状に飛ばすんで、当てるのむずいんですよね。なんですけど、まあ、これうまく当てて、この赤いオーラが出てる、強化拠点ってやつを作ります。そしたら、この強化拠点の中で、どこだっけコマンド ?R2 と3個だっけな。これを同時押しすると、こっから、こう、特殊なこう、エネルギーを充填するんですよ。今これ充填しました。そうすると、こう、方針が、こう、光ってますよね。で、この状態になります。こうするとですね、こう、特殊な、強化攻撃みたいなやつが使えるんですよ。で、もう一回、R2 と三角かなを押すと、こう、しゃがみ込んで、こう、構えるんですね。こうすると、ビームっていうこの、強化ビームを撃てるんですよ。このエネルギーが切れるまで撃てます。ビーム！ダーンって。はい。以上です。以上です。終わり。武器の説明。こういう武器です。これがね、そのデザイナーズスタイルっていうか、こういう風に戦う武器ですよっていうのが公式の設定なんですけど、この武器はもうその通りです。和風ゲームとは、笑こういう感じ。なんでね、なんでか、こう、さっき説明したように、一応、説明、チュートリアルやれば、ちゃんと教えてくれるんでわかるんだけど、ただし、設定分かりづらいですよね。設定分かりづらい。普通にこの砲撃アクションで戦うような武器じゃないんですよ。これ単にこう、ヒートさせるだけ。熱溜めるだけです、これ、ほぼ。熱を溜めて、こう、熱をこう、オーバーヒートしないように、
溜めるんですよ。ひたすら面倒な作業させて変な攻撃させるとは、うん、このメーターがね振り切っちゃうとこのようにオーバーヒート状態ってのになってしまいまして、あのしばらくこう打てなくなるんです。こんな感じで。なんでオーバーヒートしないように、絶妙なところまで溜めるんです。この辺かな。わかります？煙出とる。わら。オーバーヒートしないようにこんな血管向きじゃないですか。8割ぐらい貯めて、おずつはロマンあっていいですよね。おずつもすごい気にはなったんですよね。そうですね。でこのオーバーヒート寸前のこの状態でこれをうまく敵にぶつけるんですよ。これはねちゃんと敵にぶつけないとダメです。適当に落ちてもダメですね。ちゃんと獣に当たってバウンドして地面に落ちます。これでようやく境界拠点が出来上がるっていう謎のシステムなんですよ。ここもね重要です。居住にこの拠点をぶつける必要があります。でバウンドしてどっかにこう拠点のあれが落ちるんですけど、そうするとこの赤いサークルができるんですわ。これがね分かりづらいよね、設定ね。意味わかんないんだけど。でそうするとこう赤い拠点ができるから、こっからエネルギーを一回充填して準備完了状態になってで、レーザービームも打ってるとですね、この雨ついとゲージっていうんですけど、上のエネルギーが減ってくんですわ。減ってくんですわ。なんで基本的にはサークル集めの高速周回の時はよく使う効果力です。このサークル内でね、基本的にはこう何もないところでこう打っちゃうとすぐにこうエネルギー切れを起こしてしまうんで、拠点をこう置いてあるサークルの中でこのレーザービームを打つんですわ。そうすると消費量の方が多いんですけど、サークルで自動的に回復効果もついてるんで、結構長くレーザービームが打てるという形ですね。これじゃあ減ってるんだけど、サークルの回復も入ってるんです。っていう感じ。実戦ではカニ歩き打ちでゲージは貯めないのです。うん。はあ、なるほどね。隠したを短時間で狩るための周回武器枠ですか。私は趣味でやってますけど。かなりですね、強い強力武器です、これ。ちなみに。カラクリ連携使ったちょっと立ち回り紹介しますんで。一応これ基本設定です。で、レーザービームは恐ろしい火力が出ますので、このうまく流れをやれば、めちゃくちゃな威力が出るということですね。なんでこう、超火力特化武器ということです。で、立ち回りがね、やべえやんと。これ。というふうに感じると思うんですけど、実はね、これはね、改善方法がありまして、この武器はね、基本的には実戦では、カラクリを活用していく形になります。なので、遠距離武器なんですけど、これも、弓とね、似てますね。そっか、カラクリ連携ってのが必須なことなのね。そう。一番使うのね、これまあ弓のおすすめと同じですけど、これ弓ってやつですね。これを使うんですよ。ワイハはカラクリゲーム。これを使うとどうなるかっていうとね、こう空中打ちで、ヒャッフーって感じでこう乱射して、これでね、エネルギーが溜めるんですよ。だから、このように、自前では動けないんだけど、こう、ユイのカラクリ連携を活用したりとか、ノート状態でこう、走り回って、このようにこう、起動して、で、うまく当てるんですよ。こんな感じで。こんな感じにして。そうすると、そこそこ、機動力高い状態で、溜まるんで、溜まってか、こう、積熱するんで、こう当たると。
こういう感じですね。で、そうしたらこう、回収して、またからくりを置いて、からくりを置いてこう、ぐるぐるこう起動して、こう、立ち回って、狙撃ポイントを見つけ、で、うまくこう敵止めたら、こっからこうやって撃つみたいなね。こういう感じです、実戦では。うまくこう、からくりを活用しながら、動き回っていくみたいな感じですね。こんな感じで。だから基本、まあ、からくりが必須ですね。通常はこう動けないから。こんな、あれじゃ動けない、どうしようもないじゃないですか。なので、からくりを活用して、立ち回っていくという形になりますけど、そこまでこうできる前提だと、だいぶ強いですね。単純に火力がすごい高いしね。